なさい、もうこれは僕のが下手くそでした。もっかいや、もっかいやらせてください、もっかい挑戦させてください、僕にもう一回チャンスをください、すいませんでした。ワンチャン今日2時ぐらいまでやります、ルート考えます、一旦調校します。やっぱ序盤でエリート1踏みが弱すぎたか。いやまあでもデッキビルドやろ今のは。ちょっとね、無形を過信しすぎたっていうのと、無形の使い方の理解が浅すぎた。さすがに。さすがに今のは反省した方が良いと私は思います。僕以外の誰かが反省するべきだと思います。でもなー。まずね、だからもうサイレントやってて私思うんが、エリート、一発目のエリートめっちゃ大事で、ショップかなんか、あと確実に勝つための手段を入手してからじゃないと勝たれへんねん、サイレントも。死ぬほど被弾するから。で、今回のお相手氏が、トゲの人。名前は知らん。ので、なんせショップ、かなんかを経由してからエリートじゃないと多分辛いねんな。やけどもう俺がすでに左に見えてる、あの見えますか、あの一番左奥のエリートクッション、エリート休憩サンドイッチが見えてる、あそこめっちゃ行きたいなって今めっちゃ思ってて、めっちゃ思ってんねんけど、そこのルートを行こうと思ったらエリート全然踏まれへんっていう、あの なんやろ、あのデッキをきっちり強化してからエリートを踏めるエリートが全然ないから、どうしよっかなーってなってるんですよね。どうしよっかなーってなるんですよ、そうなったら。もうえっか、別に。焚き火、焚き火、焚き火でもええ気してきた。一発目の、デッキビルド優先の方がいいかもしれない、サイレントは。と、私は信じてみる。ので、私は、あるいは、ごめんな。あるいは、例えばここ、あっこの一発目のエリートって、ネオーの愛か、ハテナのランダムの引き次第では、ま、ザコモンスが出てこなければ、エリートも HP1 でいける。っていうタクも今実は存在してて、ごめんな、説明長くて。っていうタクも今俺の中で浮上はしたんだけど、まあ、ちょっと分は悪い賭けなんよね。それって。あんまり賭けとしては安っぽい。ので、僕はレアを置いて、進化をもらって GG です。左から行きましょう。もうアップグレード。いや、そうなるとアップグレードする理由がまずなくなって、なくなったわけじゃないけど、じゃあ左から行こっか。ジジイです。もうなんなら俺今あの神格化を取る瞬間、自分が何を他の横右2枚何引いたかすら見てなかった。ちょっと待って、一応な、次のターン倒せないから、まああの倒せないから一回ストライクを入れなか、まあ2打目は受けるか。おいおいおい、じゃあ意味がないじゃん、俺がさっき一生懸命考えたことは。該当かな。もう該当はね、いいんですよ、該当やから。もうショップ、お前どんだけ来んねん、お前デレキかってなると、脱出計画中カードはまあある種神、ある種神やけど、ここデッキ圧縮かな。デッキをどんどんこう圧縮していって、神格化をやっぱ結局主軸にするんですよ。あ、まあ、一回それ、いや、ここ防御でいいや。今防御兼アタックカード引いたから、そこに合わせて調整していく。まあ、左からエリートかな。ね、ちょっと待ってな。結局エリートは2回しか触れんから、
左の焚き火、ハイパー焚き火ラッシュを踏みに行くで十分良いんじゃないでしょうか。ここね、ここはぶっちゃけ神格化を打つ必要は正直ない。いや、ある、いや、ない、ある、ない、ない、ある、うーん、いや、まああるか。神格化は打てば打つほどいいと学んだ。いやでも今のね、神格化じゃなくても正直良かった。ここだって無駄に被弾する結果になるもん、結局そうするとね。そういうことをちゃんと考えて立ちマラにはならんのですよ。そういうことはちゃんと考えようね、みんな。はい、まあよかろうもんです。さみだれだがな、多分みんなそんな評価してないカードやけど、僕結構好きなんよ。で、集中はさっきやってわかった。あの、このカードはあの序盤に取っちゃダメ、マジでダメ。まあ、神格化あるから取ってもよかったかもしれんが、ダメもらってでも一回ちょっとストライクっていうか、サミダレダが入ったんでストライク減らし、あーいいんじゃない、あーいいんじゃない、いやもう、はい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 、で神格化アップグレードして、まあジジイかな、こう行って、まあ、取りまこう行って、で、ああやってこう。ちょっと待ってな。一応こういうところ適当にやると怒られるんで、ちゃんと考えましょう。一応まあサバガイで、17ブロック。あるいは、まあ、多少削りながらのがいいよな。削りながらのがいいよね。まあこれでも一応17ありゃ良いんじゃないでしょうか。待ってね。ただここ3点はもらってよき。てかワンチャンこれしないね。そこまで甘い世界ではなかった。まあ、多少はライフを犠牲にしてってもいい。多少はね。やって、おお、もう。まあ、じゃあ、こういって、ここ9点、9点で落とせるんで、落とすと。まあ、なんだ、こうやって、こうやって、こうやって、2点はもらって。まあ、やむを得ない日もある。いいね。トカゲの尻尾。ただ、序盤としてはどうだかなって感じやけど。さあ、こっからやな。もうちょっと、幽体化はさっきやって思っても怖くて取れん。このカード怖すぎる。まあ、変更認識みたいなもんなんやけどな。まあ、跳ねるフラスコはまあ、悪いカードじゃないから入れていいんじゃね？取りま。んで、ね、まあ、どっちでもいいけど、まあ、右かな。うん、右の方が一応雑魚とあってカード選びの暇が与えられる。一応これやったら毒からのサバイバーで1ダメで我慢できるな。で、こうかな。なんだかんだ跳ねるフラスコっちゅうカードは評価が高いようなので、なんならここ防御でもいっていいかな。ちょっとダメを食らう方減らしてます。まあ一応やっちゃって、いっちゃって、やっちゃって、あー毒デッキ行こっか。あー毒デッキ行こう。んーで、正直、触媒アップグレードしたいって思うじゃないですか。一般人は。一般の方はすぐそう思っちゃうんですけど、触媒って結局廃棄されるのと、結局、セットアップに時間がかかる。だから、ある程度毒入れてから触媒を積んで、進化化間に合うんですよ。ので、ここで触媒は、もう、アップグレードする理由がなくなったんですね。
なので、で、今俺がやるべきことは、即座に打ちたい。今この場で打ちたい。で、1ターン目、2ターン目で思うものをアップグレードしなきゃいけない。あるいは、もう休憩するか。なんですよ。多分気づいている人は3人ぐらいかな、しかいないかなと思うんですけど。なので、こういうシーンやと、多分AOE を強化するんが多分大事ちゃうかな。最終でもエリートと結局合うんやけど、まあ、つっても結局にあと2回アップグレードチャンスあるんで、まあ、雑魚と相手をする可能性が、まあ、あるから、まあ、さみだれだがを優先的にアップグレードしとくと、より被弾を抑えられてグッと。もう脱力ならないジンジャーとかも神。で、なんならもうここも一応無力化っちゅう、普通に強いやつを強化しといて、で、ここで強化した AOE が、まあ言うほど生きてこないっていう時も、まあありますね。まあ、ともかく、まあ防御でとりあえずいっといて、4点削って振動だけさせといて、まあ、左もやや削るぐらいはしとこっか。3点か。待って考えましょう。うん、まあいいんちゃう、これで。ごめん、3点は受けてもよかったかもしれん。そういう択も正直あった。まあ、ここはだからサミダレ、フラスコ。ってなるんやったら、別に、あれでもよかったな。ちゃんと防御を上げるってタクでもよかった。精度上昇入れたらナイフデッキの路線もいける。うん、けど、まあただのダガースローでもいいかな。どの道エリート今から行くんで、なんなら次のターンは無茶せんでもいいかもしれんな。脱力、ここ、羽フラ行っときたいなぁ。羽フラ行っとこうか。これでもいいや。したら、どうだろう。どうだろうっつうか、まあ、こうか。つうか、あれか。これでいいんか。で、これでもいいんか。あ、これ、触媒早めにアップグレードしてもいいかもしれん。どっちろごまかし。ごまかしな。俺、今まで一度もごまかし拾ったことないねんな。で、ちなみにアップグレードするとどうなるの？まあ、でも、ゼロコスのゼロ。まあ、でも、そのターンのゼロスキルか。ランダムやもんな。まあ、アップグレード前提やけど、まあ、ゼロコスで動けるカード増えるって結構嬉しくねって、今ちょっと、ふと思って、まあでも廃棄されるから、進化か間に合うとも限らんのか。どうだろう。普通にまあ優秀なカードと噂のドッジロール入れてもいい気はするけどな。ドッジロール入れてみるか。んで、ここも火事じゃなくて休憩でもいいかもしれん。ワンチャン休憩でもいい。安全を取るなら休憩でもいい。で、できればフラスコ欲しかったが、まあ、そうは問屋がおろさん。こともあるけど、まあ、神格化引けてるから、まあ、いいんじゃない？十分じゃない？一応脱力入ってくれてるの嬉しいね。ここ。火ダメをできれば抑えたいが、まあ、ともかく、羽フラはもう打っときたいやん。で、あと、触媒打ったら終わりやから、と思うんやけど、ブロックしながら顔を殴り、ただブロックすると次のターンの顔面が辛く苦しくも足りうる。から、もうここブロックポーション飲んで、ちょっとでもダメージ抑えるでもいい気がする。ちょっと時間稼いで、ここちょっとでも防御はしたいな。なんかこういって、こういって、まあ、
ちょい台。つかごめん、これ敵次のターン死ぬこと俺分かってたから、あの普通に防御でもよかったわ。うん、スキルカード、あ、ありがとう。終わりました、このゲームクリアです。クリアしました。もうアップグレードというタクがなくなりました。どうしよう、やることなくなっちゃった。ここまで初手瓶詰め進化か、ちょっとあの想定外すぎて逆に困る現状が今生まれつつある。どうしたらいい、逆にどうしたらいいですか。なんかフットワークみたいな、いやもう腹先やら、まあでもだが、ルルルンルン、まあでも一応毒デッキにするから、まあフットワークでいいんちゃう。どっちロールとの相性もいいしね。でここお疲れ様でした。ありがとうございました。もうクリアです。もう今日はゆっくり休んでください。まあフットワークかな。まあ一応フット、いやもうアップグレードする理由なくね、せんでよくね。逆に、いや、ちょ、わかんないの、進化化じゃなくて、他の、ちょっと、何したらいいん、これ。進化化をあえて切らなくて、どうしても、その場で使いてーみたいななる可能性があるかってなんや。で、それでその場で使った後に後悔するか。まあ、でもフットワークじゃないそれって。言ってフットワークでしょ。俺、これ負けたら、ちょっと、どうしよう。俺、この先、このゲームやれへんかもしれん。でもこれ、あー、まあ、もう毒かな。さすがに毒っしょ。フットワークは後でいいっしょ。適当に、ぶん投げて毒回しゃいいんしよ。知ってる。俺は知ってるよ。待ってな。27、27出るよな。あ、出ますね。27出るから。安心、危ねえ。ちょっと怖かった、今。リーマ、27出るもんな。うん、出る。今、やや怖かった。で、しんどいていただいて、まあ、だって防御、こういって、サミダレでもいいもんな。ちょっと舐めたサミダレでもよし。16。まあ、こう。ただ、街灯行くと、結局、まあ、ダメもらうねんな。ポーション使うのもったいなくね。多分負ける理由多分ないね。ちょっと嫌か。デッキにナイフ混ぜたくないな。まあでもストライク引くみたいなもんって考えれば別に混ざってもいいんか。ここダメ温存するわ。デッキにナイフ混ざっちゃうけど。で、ストライク、どっち、サバイバー、あ、ごめん、コスト切れちゃった。で、ここ跳ねといて、まあ、あと触媒でもいっか。終わりっしょ。まだ早いか？いや、いっか。いや、まあ、いけるっしょ。いける。57あればさすがにもう終わりや。ゲームクリアや。したら、フットワーク防御と、まあ、一応ってか、もうこれ、ごめん、これで終わりや。終わりました。まあいいカードたちだ。残像な、残像やっぱ行動対策で強いし、シンプルに優秀なんよね。シンプルに優秀、やっぱり。錬金術ももちろん嬉しいしなぁ。いや、まあでも残像か。でも毒デッキやったら残像いらんのかな。どうなんじゃろ。どうだかな。でもショップも多かんな。
召喚強いけど、まだでもちょっと早い気もすんねんな。まだちょっと早い気もする。まだデッキとしてなんかちょっと完成してへんねん。まあ、してな、まあ、毒、ベース毒やねんな。ベースは毒で、まあちょこちょこの、まあ、ルル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 ピアラミッドでいいんじゃない。まあ、エリート積極踏みしたいかな。積極踏みしたい。なんか右ルート嫌やな。もうなんかこういう一本道嫌いやね。しかも一本道嫌いな上に、あー、いやこれ原始狙いに行ってもええかもな。いっそ3回エリート踏み、いやもう、いやあり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 、いや右ルートは全然ありやな。もやもや回避できへん可能性もややある。なんかちょっとクソマップやな。クソマップと言っていいかわからんが、ただ右は3回エリート踏める唯一のルートでもある。まあ右やな。右行ってちょっと金貯めてショップ行こっか。残像はちょっと早めに強化しときたいな。このデッキの残像って剣舞っていうか、まあちょっとナイフギミック入れんと残像ってやっぱ所詮残像やねんな。まあでも打つに越したことはないわな。打つに越したことはない。今のどっちロールでもよかったんかな。あ、ごめん、そっか。ちょっと待って、これゼロコス、これ手札あふれかえるかもな、これ。ワンチャンやばいか、ワンチャンやばいかもな。ごめん、これルーンピラミッド俺使いこなせんかもしれん。デッキ圧縮しよっか。あー、これ分回せるディスカ向けかもしれん。ルーンピラミッド考えたらいつものノリでペペペアッと取っちゃった。こういっやったけど、これ次の結構重いカード混じってるから、まあ手札溢れるよね。当たり前のように、当たり前のように溢れていく。3枚しか所詮切れへんから、あれ結構これやばい。ルーンピラミッドっていうカード最強のカードやと思ってたけど、意外とそうでも なかったりされてる方ですか。まあ、ともかくこうこうで、次最大打点がこうか。いや、防御とストライクどんどん削除してかんとまずいか、これ。そう考えると、そうちょっと思えてきた。ともかくこれはデッキから減らして、そうやな、あの圧縮しよう、デッキを。ごめん、あの急に路線変更するわ。ショップに結構寄ってこう。待ってな、どれにしようも、まあ一応ダガースローみたいなんで、こう行って手札にも防御あふれかえってるから、一応これで防御値を増やしながら殴ることもできる。いや、めんどくせえ。どうしたらいい、こいつ。サバイバーは打ちたいよね。だよな、ディスカーカードちょっと増やそう。ディスカ路線でもいい、これやったら。ちょっと待ってな。一応これで、まあ、最大だっていいな。ほんで、ここもハネールフラスコ行って、触媒で終わりか。そうやな。そうしよう。ごめん、でも致死毒はちょっと欲しいな。毒はもうハネールフラスコ触媒で足りてて、ただちょっと小回りの効く毒。いやー、金切り声もでもちょっと欲しいかー。ゼロコスカードもちょっと欲しいな、このデッキやったら。やべ、どれも欲しいや。けど、まあ、プラスは入れとって、ここ、ちょっとごめん、ショップ寄るわ。ショップ寄って、
手札を減らせるカードを追加したい。うわぁ、太陽ケーキとかいうちょっとおもろいカードあるやんけ。おもろいリリックあるやん。わ、ちょっとおもろいかも、これは。ちょっとおもろいかも。ガチャ引く価値はある。ただデッキ圧縮したい。こんばんは。あ、どうもこんばんは、リプントさん。いつもありがとうございます。ちょっと圧縮したい。あるいは別にここ圧縮じゃなくても、いやー、おもろい、おもろい、おもろい、欲しいカードが引けたらそれだけでアドや。待って、考えます。超高入ります。ただここ多分デッキ圧縮のが正解やと俺は思う。こういうあの欲しいカードとか、まあ準備万端みたいなのもあり、ディスカルートに入れやすくなるてか、手札を減らしたいシーンが結構増えてくるから、今来てるから、すでに。ルーンピラミッドかな。アクビコさん神格かと縁が強すぎる。いや、ほんとよう引きますね。しかも、あの、1ターン目から、あの、瓶詰めしてますからね。ちょっと、あの、最近、神格化系の動画タイトルしすぎてて、ちょっと、あの、ネタ切れになりつつあるんですよね、実は。デッキ圧縮するわ。多分、このデッキでいっちゃん大事じゃん、デッキ圧縮。もうすでに俺、毒デッキの方向性完成してるから、防御、まあフットワークも加味するとストライクみたいなカードを減らしてもいいか。減らすわ。で、ここの準備万端、ちょっと我慢するわ。どうせどっかで出てくる。あー、まあレリックもらおっか。金は大事。ドッジロールも正直ちょっと嬉しいんで、あー、まあなんかゴミもらったけど、まあ別に悪くはない。ゴミというほどでもない。で、ここもう一回ショップ行って、まあいいのは引けんかったが、うわー、俺の大好きな救急キットや。大好き、みんな大好き救急キット。これはでも買っといてもええかも。これあるだけで世界変わんねん、結局。いや、いる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 。あの、ルーンは、あの、大事。あの、状態異常直すんがもう世界で一番大事。思い出した。忘れちゃいけない、そのこと。んーで、どうしたもんかね。トリマ脱力入れりゃこいつら一発なくなるんで、まあ、雑に残像指導でもいっか。まあまあ、あの、まあまあまあ、もうこれ、こうやって、ああやって、こうやって、まあこうやって、ほんで、まあ4点もらいますと。4点もらうんが嫌やったら防御してもいい。防御しよっか。やるんやったら、しかも右がバフかかるんで、右を殴らなきゃいけなかったっちゅう話なんですが、まあそれについては、どうしたもんかねって感じですね。一回街灯から入れば一応右のやつはノックはできるし、あるいは致死毒触媒からのワンタン切るっちゅう話もあるけど、ここはでも一回落とそっか。落とすの優先で。ワンパン。ここも防御いらんから防御し切って、落として、で、真ん中、いや、ここはただ、毒か。毒をこっちに入れとく。でいい。で、次、触媒で、真ん中落として、真ん中落として、あれ、ごめん、音ないけど、こういって、実質落として、左が、まあ、一回殴ればバフも消去はできますよと。一回落としとく？一回落としとこっか。一ダメやからな、これで所詮。一ダメもらって、うわ、サミダレダガーが無限に手に入るわ。まあ、これでもいっか。で、こう。はい。いや、金切り声はね、ちょっと欲しい。ちょっと欲しいけど、
いやちょっと欲しいな、やや欲しい。いやプラスは入れていいってお母さんが言ってた。プラスカードはとりあえず入れとけって教えてもらった。ここやな。残像、でも残像って所詮3ブロックやね、毎ターン。所詮毎ターン3ブロックって強いよな。所詮毎ターン3ブロックって強いんよ。ごめん、ここでもな。ここちょっと毒な気がする。いや、まだ脱力入れて、一応ここでブロック8ブロック入れるけど、ここ毒入れとかんと、これ月ないんよ、マジで。結局月がないから、もうとにかく削ってかんと。でもなんならもうここも跳ねるフラスコ触媒中ヤンキープレイまである。できればでも防御したいな。一回防御はするか。だから一回、さすがに、ちょっと待ってくれ。一回スキルポーションで考えよっか。あー、なるほど。ここでも先読み入れとったら次のターン大暴れもできる。と思ったけど、言うほど大暴れもできない。まあよし。じゃあ、次で動きたい。という期待の意味も込めた、この、こうして、ちょっと受けて、跳ねるフライスコで、毒を入れといて、次で触媒。いやそれって遅くね。あーちょっと遅いかもしれんわ。あーまあでもここは触媒どうあがいても入れなあかんし、ここでも防御でもいいか。もう触媒1回入れたら防御でもいいんや。だからドッジロール該当で間に合うよね。やや食らうんか。ドッジロールは入れときたいな。これめっちゃ間に合うわ。なんならもう1コスト余ってた。ああ、余裕で間に合ったわ。じゃあ、これでいいか。ああ、で、インか。インか。で、ここ、金切り声で、ただのゴミになっていただいて、こういって、こういって、こういって、こうやって、こうやって、こうやって。で、終わりか。よし。なるほどね。いらんかな。有毒。いや、いらん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 。あー、いいやん。いい。いいんちゃうかな。いいと思います。良いと思います。と思ったけど、別に良くもないわ。どうせ、初手進化か決めるんで、いらんかった。いらんかった、ちゅう日もある。いやー、4回跳ねるの強いな、こう見ると、やっぱり。えぐいかもしれん。で、ここはもう、雑かなきっちゃって、やっぱコスト足らんな、このデッキマジでコストが一生足らん。ごめん、ここ、かなきりじゃないかも。かなきりは次に残そう。で、ちょっと手札減らさんとまずい。だから、サバイバー入れて、まあ、防御みたいな、死んでもらって、ごめん、先残像やったわ。残像やったか、そもそも。ここ殴った方がええんちゃうか。毒。次多分触媒等々引くか。まあ、一回ドロー見てもいいか。一回ドロー見て、ふーんってなって。いや、一回フットワーク入れとってもいいか。あ、ごめん、それやるとめっちゃ食らうな。あ、ごめん、何もない、何もない。自分が何やってるか分からへん。もうじゃあ殴ろう。ムカつくから殴っといて、でここで金切り声は入れます。まあ、サミダレダガーはバカみたいに入れといて、あれ俺フットワーク入れんかったっけ。あ、そう、しかも残像入ってんか、ブロックしたらへんわ。もう何をやっとるんや、わしは何をやっとるんや。とはいえこれ毒で次のターンは死なないんで、まあ、早めに落とすか、あるいは、あ、まあ、どっちロールでもいいか、ここ。6ブロックしながら、
時間も稼げる。うわ、ちょっとやばいかこれ。まずいかもしれん。残存フットワークも切れてないんで結構まずい。ちょっと待って、ここ考えるわ。ここ、わかった。ステロイダーなるわ。うん、ステロイダーなる。で、微妙に打点足らんやんけ、わし。ステロイダーになったけど、いや、この無力化は、わかった。こう。で、4ダメで抑える。毒で、終わりはせんけど、実質終わるか。9、足りるよね。OK。なんかちょっと被弾がひどかったけど、まあよし。もういらん。いらん。ちょっとゼロコスカード欲しい。手札がいっぱいいっぱいや。違う、さっきのやつであの疲れやろ。やばくね？つかワンチャンやばくねこれ。ワンチャンどころか相当やばくね？とはいえ、残像はよう初手引いてくるの、天部ついてへんのに。毎回見てる気するぞ、お前。こうするしかないな、でも初動としては。圧力入れるかどうかやな。まあでもここも全力突っ張でもええともねんな。全力突っ張ではないか。とはいえ脱力は入れときたいか。待ってな。6に8ブロック。8ブロック作れます。逆に8ブロックしか作れへんねん、残像込みで。だから、もう脱力はもう投げといて、ちょっとでもダメを抑える。しかない。で、10ブロック作って、今から15点もらうんで、嫌やなーって思いながら、もうポーションも飲む。あれ、意外と俺これやばいか。ワンチャンやばい気もしてきた。あー、でもサミダレダガーは、嬉しいけれどやなー。火力足らんなー、このデッキマジで。せや俺これ負けるひょっとして。ワンチャンやばくね？これもう右に毒入れんと。おいおいおい、まずいぞこれ。しかも俺このブロックいるかな。いやでもどうせ次やることなくて跳ねる。ちょっと待って、16やから一応ここはストライクの方がいいんか。ごめん、これで一応防げてるわ、スプレーターマくんのおかげで。でここマジでやることなくなると思ってってたんやけど、金切り声が引けてて、ここ跳ねるフラスコでもいいか。あるいは致死毒とフットワークって択もある。いやでもここ跳ねてもいいかも。どっかで触媒、次のターンで触媒もまで視野でもいい。でここ、ごめん、やばくね。右と左多分落とせるはず。だから10ダメはもうライフで受けるしかない。ほんまか？ 3波20、触媒で3波24。いや、待ってくれ。どうなんだ。ダガースロー、ちょっと待ってな。ダガースロー、ストレー、右と左両方落とす策がないな、これ。いや、さっきやっぱフラスコよりも致死毒やったか。そうやな、なんかランダム性に頼っちゃったな。待ってくださいね。左はどの道、いやダメだな。コスト踏み倒しカードが欲しい。ルーンピラミッドよ。一応どうとでもなるけど、2匹落とす策、2匹落とす策はあると思う。絶対ある、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 絶対ある。ないはずがない。いや微妙に足らんねんな。でも触媒じゃたら、まずったか。3波20し。いや、足らんな。右は絶対落とさなあかん。だからもうこれは、もう打つしかないんや。で、サミダレだが、
あしょうがない。最大だが引けへんかったんやったらもうしゃあないわ。しゃあない。じゃあ20、いや結構もらうな。いやしょうがないか。しょうがないな。これはでもこうせなあかんわ。いやちょっと良くなかったね。結構被弾してモデルで真ん中は左死ぬから、待ち、死毒入れて、ちょっとこれ外して、右入れて、ごめん、でもフットワークは起動しときたかったか。いや、どっちロール入れときたかったか。いや、これワンチャンやばいかもな。やっぱデッキ圧縮できてなさすぎるわ。手札が溢れ返って苦しい結果にめっちゃなってる。これ3枚どの3つ使うからアタックだけでいいな。あ、ごめん、これで終わりや。お守りも嬉しい。いやー、このデッキ負けたくないぞ。いや、ワンチャンディフレクトマジでありかも。いや、ディフレクトありやわ、このデッキに限り。俺あんまり信用してんけど、このカード。これも欲しい。もらおう。もらおう。だって、即座に使える7コスブロックやもん。うん、そうやわ。ディフレクト強いわ、このデッキやったら。その事実に気づくのにあまりに時間をかけすぎた。うん、だってもうこれだけでも神やもん。そういうことやわ。ちょっとここ、1ダメでももらわんとか思ったけど、もらいます。失礼しました。バッファーが消えました。待ってな。一応、まだ、左から順番に殴っていくことはもうマストで、一応次のブロック作っとっても、まあ、いいっちゃいいねんな。跳ねるフラスコって強いと思ってたけど、これ、資産12やから、単なる致死毒よりかは知れてんねん。だから、アーティファクト剥がしって感じやねんな、存在的には。うん、なんか分かってきたぞ。いや、このデッキ勝ちたいな。絶対勝てる。正直負ける理由あんまりない、このデッキで。負ける理由あんまりないんやけど、ただ負けようと思ったら全然負けれるから、ちょっとここ一応次のドッチロール、うん、いやーでも微妙か。触媒パターガースロー、なんじゃかな。左ちゃっちゃ落とす。あー、金切り声でもちょっと置いときたいかも。いやー、ここでもデバフしていくんねんな、確か。ともかく防御はいらん。いや、ここ毒巻き。いや、左はもう度外視でいいか。いや、一応これ4。まあ、一応入れてもいいか。ああ、まあいい当たりなんじゃない？いい当たりなんかな。これ、左はもう死んだ。18やろう。ここ、金切り声か。金切り声。で、めまい消えてもらって、もうめまいが防御値稼ぎになるわ。したら、右に次、触媒を入れてかなあかんくなるんやけど、最大打点をもう右にぶち込んで終わりやな。OK。15。回復。一応サバイバーからのストライク、ストライクか。OK。間に合ってはいる。やっぱディフレクトいいわ。めっちゃいい。入れてよかった。つか入れなあかんかった。ちょっと待ってな。13ブロックやから、あんまり舐めたプレイすると。ちょっと10、まず俺が今考えるべきは、40点ここで飛ばせるかどうか。40点は飛ばないな、これ。じゃあ、防御は26作らなあかん。26作ろう。多分、今の俺のデッキなら作れるはず。作れるね。ガイトを、で、一応攻撃もできる。一応、ここ、少しでもダメージを防ぐんやったら、だが、ではなく防御やな。ちょっとここ、もったいないけど防御使うわ。
ダメを極力被弾を抑えたい。うん、まあでもこれでもいいから全然いい。今の防御はむしろ正解や。あー、クロバットはちょっとこのデッキは違うわ。本当はめちゃくちゃ入れたいんだけど、入れるべきは俺はあのディスカ系やと思う。うん、本当は入れたいんやけど、今入れると多分ガチできついということで入れれないと私は思います。で、なんならここ防御じゃないわ、ここ回復やわ。もうアップグレードいらんもんこのデッキ。割と舐められへんなこの辺。638まだええな。38638。いやーこれでも金切り声か。いやー金切り声やなこれ。うん、ごめん、金切り声これ。被弾を抑えれるかどうか。ごめん、ここもフットワーク6318やから、あ、ごめん、先残像か。先残像やった。18、4点もらうか。これでも残像は打ちたいな。ちょっとダメもらおう。残像早め打ちたい。ちょっと安全めに立ち回るか。3点はまあまあしゃあない。思ったけど、バッファーがあるか。で、この辺、毒入れよう。毒入れながら、まあ、あの次の防御もちょっと蓄えとく。でもいい。焦らんでいい、別に、こいつ相手。リフレクト8324やろ。だから、こうすれば、さらなる、毒と、一応防御値的な意味では、これで足りるし、ついでに殴れるし、いいかな。うわ、ごめん、あ、まあいいか、触媒はもう、次のターン打てば終わりや。オッケーオッケーオッケー。ほぼノーダメでいった。悪くない悪くない悪くない。ちょっとここら辺も入れられへん。ここマジでノーダメでいかんとガチでやばい。ノーダメは無理でも、もう全力で受けんとマジでやばい。毒やな。マジでディフレクトありがとう。これのあるなしで全然世界が違うわ。ここ毒はマストで入れたいな。ちょっと防御足らんけど、まあしゃあないか。いやー、やっぱあれやな、あれもいるな。あの、あれがいる。ここでも金切り声か。触媒はまだ入れられん。一回ダガースロー。アーム力が嬉しい。一回防御。待てよ。防御ではなくストライクかな。ストライク。脱力ありがとう。とはいえ、ここ防御。14か。いや、でもこれ次の防御まで加味した防御は入れんとまずい。つらいぞ。ちょっとこの辺。ああ、ごめん。つうか、トパクシの醸造酒切ってもよかったな、今更やけど。ただ、もうここ、悠長に構えてられなくて。もうフラスコ触媒っていいな、これ。見ていい。18はもうもらうわ。12やけど。12もらう。そうでもせんと、隙がない。あとはもうひたすら耐えよう。OK、ここ、金切り声いって、フットワークと残像を入れて、防御を固めようと思ったけど、これで終わりや。終わりではないけど、待ってな。49やからストライク一発で終わりや。オッケー。よし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 。なんとか。あー、うろく嬉しい。あー、準備万端。これめっちゃ欲しかった。いや、いいよ。うわー、ちょっとこいつもやばいな。こいつもマジやばい。こいつはめちゃくちゃやばい。うわー、やばいのばっかりや。どうしよう。やばいのばっかりやし。
うわ、マジでやばいな、これ。助けてくれ。でも、この辺は正直、リフレクトだけ、リフレクト、ドッジロールだけ切っといてもいいかな。最悪、賭博し、うわー、ちょっとこれマジでやばいよ。やばいよ、やばいよ。マジでやばいよ、それは。賭博しやな。賭博しがもうこのデッキの要かもしれん、これ。とはいえ、これはもう正直こうせざるを得なくて、まだ我慢。防御だけ切るか。防御だけリセットしよう。手札に3コスがアホードたま、ちょっとこれマジでやばい。星を助けてみんな。あー、これ助けてくれ。まあでも0コス0コスいってダガースロー、いや、ある意味これは準備万端で3コスのやつデッキから消した方がいいかも。うわ、ちょっと待って、引きが終わってる。マジで終わってる、終わってる、終わってる。ガチで終わってる。この辺リセットせんと話にならん。まずいまずい、マジでまずい。ちょっと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 運悪くないか君ら。ちょっと運悪くないか。で、毒は入れよう。で、サバイバー行って、これ、とにかくデッキ回せるカードをちゃっちゃと、デッキの中仕込んでかんと、おい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 。おいおいおい。おい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 。あー、ごめん、これはもう行くしかないわ。飲むわ。もう、終わってるこの辺らを、もうこれもいいや。これも。ちょっともう全リセットしていいまである。全リセットしよう。お願いします。あー、ちょっと待ってくれ。いや、ちょっと待ってくれ。ガチできつい。吐くほどきつい。いや、でもちょっと次の触媒まで、いや、でも耐えられんぞー。ちょっとちょっとやばくね、こいつ。ゼロ。うわ、ちょっとこれほんまにやばい。マジでやばい。やばすぎて泣きそう。あー、致死毒ゼロ、嬉しい。ちょっと待って、この辺消して。ちょ、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 ちょ。いや、これが一番マシ。あと、月、触媒。触媒。あー、だから、それありがとう。いや、いける、いける、いけるんや。ストライク削って、ごめん、ここ脱力入れたい。し、街灯とダガーで、ちょっとでも削って、防御値も、防御値はこんなにいらん。つか、ごめん、ストライク打てたやん。でも死んだやん、できよかった、危ねえ。終わったかと思った。いらんかな。ちょっと危なかった、ちょっと。あ、準備版、いやー、でもしゃあないか。いや、なんかこう、なんやろ、ディスカしたいな。あー、ちょっと待って、これワンチャン、こいつ相手どうなんやろな。残像やっぱ早めに切りたいかもな。残像早めに、てか、正直、初動一番切れるから。いやー、でも回復やったから、いやー、でも回復。回復でもいいんやけど、やなぁ、まあ残。でも、ここはこれでいい。で、なぜならディフレクトがあるから。ディフレクトって神だわ、マジで。入れてよかった。ルーンピラミッドの時、ちょっと、これから信用しよう、このカード。だこうしてしまえば、あと、まあでも、まだ防御か。ここはもう、ちょっと、とはいえ、8、跳ねるフラスコ、いやー、待って、それは良くない。それはマジで良くないぞ。一回ドローだけ見る？手札減らせるからね。毒はでも入れてきたいな。毒は積極的。こいつ連続攻撃ってするっけ？跳ねフラ、跳ねフラ打つ隙があるかどうかやな。金切りだが、スロー。だがスローはでもドローを見れるから割と欲しくて。でまあ金切りか。こいつ確かな、毒解除してくんねんな。それもちょっと怖い。ちょっとそれがいっちゃん怖いな。一回跳ねるフラスコは
いや、次打ってるんやったら打ちたいな。あ、やべ、悩むわ。金切り声、ダガースロー。悩むけど、こういきます。で、こういこう。まあ、2打目やったら全然十分か。なんかで、バフかけるみたいなタイミングで、できれば跳ねるフラスコ、触媒みたいな感じでいきたいかなって私は思っていて、一応ただ886で足りるんで、今回は殴り殴り防御防御かな。ごめん、なんでこんな防御値溜まった？ごめん、なんか多分すごい無駄なことしました。許してください。ここやな。ここか。ここか。まあでももうちょい我慢してもいいか。もうちょい我慢する。もうちょい我慢してもいい気するな。致死毒をもう一回ぐらい入れれれば嬉しい気はする。気はした。サバイバーでストライク返して、一応これで街灯とダガーでどつきつつ、打点も入れれる。もう一周ぐらいしたい。まあ、致死毒もうここ入れどころかも。66十分ではある。これ以上はちょっと欲張りすぎかな。こいつってデバフ、バフってどのタイミング。これこのタイミングでバフられたら終わりやけど。いや、行くわ。もう行く、行って、一応次なんかバフかかってくるが、どっちロールいっときたいか。後ろ、おいし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 。オッケーオッケーオッケー。いいいい、十分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 。で、脱力無力化入れて、つうか、ここぶっちゃけ、まあでも、冷静沈着、ちょっと防御で、負だから減らして、最大打点でもいいか。入れて、もうコスト的にはまあほぼ足りてるけど、まあ一応防御も入れながら、フライクも入れてか。十分じゃない？あ、ここか。ここで相手があれしてくるんか。やから、ここ毒入れる意味ない。うわー、ちょっとこれ間に合うかな。でも次どっちロールしたいよな。あれ？これやばくね？間に合うか？ここでも全力で打たんといけないんやけど、防御間に合うかっちゅう。ここどっちロールか。やることもないもんな。一応これで7ダメ追加で与えれるから70なんちゃらになる。うわ、わからん、わからん。次めっちゃ最大打点とか飛ばしてくんじゃなかったっけ。金切り声で受けれるやつやったっけ。ごめん、覚えてない。でもなんか多分ここ毒解除してくる気がする。せやんな。うーん、そうやんな。いや、待って、これやばいかもしれん。終わったかもしれん。一回、まあ金切り声でいらします。オッケーオッケー。ただ32まで落とした。ディフレクト入れます。いや、いける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 。一応こういって、で、オッケー、脱力も引けた。オッケーオッケー。ここ絶対攻撃するターンじゃないから受けて、無力化で脱力入れて、オッケー、20まで押してきた。オッケー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 。いいよ。じゃあそうなったら、まあサバイバーで足りたんで、ハンドちょっと減らして、素直に毒入れとこっか。毒回すでも十分。オッケー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 。したら、ダガースロー、ドローを見て、ストライ、防御が多いから切って、サミダレダガー、ストライクかな。で次、多分、殴って30。まあまあ、でかい。脱力、とはいえ、防御は結構足りそう。一応、街灯を、で削って、つか、これ死んだ？まだ死にはせんか。普通に毒防御でもいいんか。うん、
方が一応継続的なダメージは入れるから、あとは勝ちじゃね、勝ちやと思う、分からんけど。 OK、 よかった、なんとかなんとか。バーストや、これはもらいましょう。はい、コストアップしたい、コストアップしたいよ、コストアップしたいよ。ディスカがあんまないねんな。賢者の石のが安牌である。だから今後ディスカ入れれるんやったらめっちゃタコの方が嬉しいね。ほぼノーリスクでやれるから、悩みどころやな。石もね、油断はできへんね。なんせ被弾増えるから。タコでもやっていける気はすんねんな。ちょディスカギミックを1234、今どの道ディスカギミックを入れるから、タコでもいい、タコで行く、タコで行きました。これでもいいと私は思いました。で金がまあまあ溜まってきてるんで、せやな、まあ左しょな、エリートでも踏んでいきたいな。いやーでもどうやろう、ちょっと賢者の石でもよかったかもしれん、コストが、いやごめん、賢者の石の方がよかったかもしれん。もういいや、もう考えるのやめよう。もうやっちまったことはしょうがない。まあリセットしようと思えばできるけど、リセットしようかな、しちゃおっかな。いや、やめとこやめとこ。あかんあかん。そういうリセットよくない。操作ミスはいいけど、自分ですでに決めた道はもう歩もう。それはズルや。ズルでもないが、俺の中でズルと認定しておこう。今回、お守りがあるから、ハテナで荒稼ぎみたいなのも、たくはあんねん。なんで、どうだろう、エリート。でも、カードも欲しいな。カードも欲しい。全部踏みたい。毎回このゲームやるたび思うけど、全部に踏みたいんですよ。まあ、一応真ん中がエリートバカ踏みできます。そんだけやな。まあ、休憩がそんなにメリットないね。そうそうそう、それを忘れたか。それを忘れたらいかん。まあでもショップちょっとやりたいかな。一回だけ寄っときたくない？ショップ左から行って、真ん中のショップちょっと立ち読みして、でもいい気はしなくない。ちょっとでもディスカード入れられへんかな。ちょっとどうなんだろう、わかんねえや、わからんくなってきた、このゲームむずい。うわー、だからここで一応、そうやな、そうやったかもしれん。待ってな。やっぱりディスカ。ディスカだったかもしれん。ディスカじゃなかったかもしれん。まあ、ともかく残像。まあ、神格化まではもう好き放題切っといて。あ、でもバースト。あ、ごめん、使えないわ。コストが足らへん。コスト足らへん問題や。痛い、初動からめちゃ痛い、痛えよ痛えよ痛えよ。いやーちょっとこれ辛いな、割地味にいいデッキ組めてはいるが、あーでもちょっと楽しいかも、ちょっと面白い、ちょっとだけな。ってなったらまずは、ブクニティム、おおおおおおお、どうしたらいいこれ。なんかすごくなっちゃった、こんなつもりじゃなかったのに。一回手札減らすか、一回手札減らせへんわ。
したら、この辺、いや違うな。まだ防御固め、いや違う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 。防御そんないらん。いや、いるか。ちょっと待って。あれ打ちたいね、あの、ダガ。ダガ打ちたいから、これでストライク、金切りはもういらんしな、これ。から、あ、そうするとコストもアップ分かれるから、こうやってこういうこともできるし、左診断で毒を真ん中に入れる。だからちょっとディスカードもちょっと入れたいな。ディスカギミック。あ、ごめん、なんか食らっちゃった。あ、けど触媒で死んでくれるわ。まあ、2枚目の街灯とだがもう割と嬉しい、正直。やけど今じゃない、今ではない。あー、ごめん、これね、これ逃げるわ。あの、理由はこいつらクソほど強いからです。ちょっと微妙なんだ、なんだが、とりあえずバババファースト一応やっとく。ちょっと待って、回転キャッシュしよう。ちょっとここでディスカードないねー、ないねー。なんなら2枚目のディフレクトまで視野、2枚目のディフレクトまで視野、マジでマジ視野。このデッキディフレクト以外あの防御手段なさすぎてちょっと吐きそう。ちなみにこれ強化するとどうなるの ?9 ブロックなんや。ディフレクトの上位互換や。待ってな、考えよう。ワンチンでもフットワークも視野。フットワークとディフレクトも視野。本当か?もう敏捷値がもうないんよな。あの、区内とかないから。そこで敏捷値稼ぐしか、なんか生きる筋ない気がちょっと今してて、割とあり。いや、ありちゃう。もう俺、それしか俺、勝ち筋ちょっと望めんかもしれん。カリパスとかも欲しいけど、そんなドカ盛りできるデッキでもないんで、わかった。あの、そうしよう。それでいくわ。耐えて耐えて、触媒跳ねるフラスコでいくんで、なので、ちょっとともかく、デッキ減らそう。デッキっつうか、待ってな。ただ、バリュー上がったんで、上がるんで、ストライクみたいなのがいらんくなります。ストライクいらん。ストライクはもう、真っ先に死んでいただいて、フットワークとディフレクト。このデッキはディフレクトです。肝。勝ち筋多分そこしかない。こういって、こうして、まあ、ただ、ここをダガースローでコストアップ測れるんで、だから、こうやな。で、こういって、サミダレダガー。で、ダメージ1で抑えれる。いや、間違ってないはず、俺のこの理論は。金切り、フットワーク入れたいな。いや、フットワーク入れるか、これ。フットワーク、もうそこでセットアップしていくしかない。まあ、左4打目やからここ毒入れるな。チェシー右入れとく、見てみっか。真ん中でもよかったんか。おお、なんで筋力上がった。お前らそういうことしてくるタイプだったっけ。じゃあっつってもあれやけど、まあ、フットワークはもう切ってって、これでワンドローは見れる。右かな。ワンドロー見て、で、コストアップ。とはいえ14か。14か。1匹落とせるけど、いやー、まあでもこう、ごめん、バーストやな。バースト、防御防御。で、アホ防御。ちなみに今何消えた？
で、いや、俺の勝ち筋これや、間違いない。間違ってなかったと思う、俺の考えは。こうするとディフレクトで手札が減らせんねん。ルーンピラミッドに特化せなあかん。一回、こいつ街頭でも死ぬから、しかも縁か、これ。ちょっとようわからなくなってきた。多分ぶっちゃけなにしても勝てんねんけど、なんかノリで投げてもいいし、それはちょっとあのノリで投げすぎたかもしれない。ごめん、これはノリで投げちゃったわ。ここでコストアップも、まあ、測れると。これでもいいか。で、これでもいいか。でもいい。で、ちょっと余っちゃったから、まあ、これでもいいか。うん。なんか、ちょっと周り良くなった気がする。謎のあれもしちゃった。オッケー。いいんじゃないかな。いや、いい。正解や。いらないね。いや、まあ、有毒ガスはちょっとなきにしもあらず。毒の数値が減らへんねんな。早めに有毒ガス入れると。入れてもいいわ。入れるわ。悪くはない。で、もう早めにこの辺は切っていきたいんやけど、わー、跳ねるフラスコでも入れたいな。いや、まあでもさすがにこうしておかんと。こいつ結構連続攻撃してくる系やったっけ。一応デッキから防御減らすっちゅうのもあり、そうすると余らす理由がない。で、フットワークディフ、ここ金切り声かな。金切り声入れといて、フットワークも入れといて、まあ、毒も入れとく。で、いい。で、有毒ガスは入れときたいか。有毒ガス入れといて、ここは跳ねとこっか。ここ跳ねとく。で、ドローを掘る意味やけど、まあ、ある。一応防御次多分ディフレクト結構余ってるから、そんないらんかな。これでいいや。あ、そしたらコストが増える。ああ、そう。お忘れてました。だからダガースローこれキープしとけばいいんや。ええやん。なんか、ええぞ。なんか、回るようになった。いい。で、触媒、いや違うな。ここ13、15点やろ。だからもうディフレクトで防御値足りるんよ。なんならフットワークまで入れていいか。まあ、ここはでも素直に殴って、ダガースローでドローを見て、コストアップ測りつつ、まあでも殴りでもいいか。次のためにドッジロール入れてもいいかもな。触媒でもいいんか。バースト触媒でいいか。つかそれでいいな。なんかもうちょっととか思ったけど、別にこれでもいいや。これでいいってか、これで終わりや。ごめん、ちょっと俺その辺分かってなかった。それ2、そうか39倍か。最強やん。これごめん、何これ。これ知らん。初めて見た。見たことあるんかな。説明ないです。ん？これは何ですか？何か教えてもらえへんかった。ドッジロールプラスはいらんかな。え、ちょっと待って、これほんまに何？ああ、見えた。ああ、3ターン目8分。あれ、もうなんかさ、あれ、俺今まで見えてなかったこれ。あ、これ見えへんのか？何言うてるんや。いらん。ドッジロールはちょっと考慮する価値はある。正直。もうだから触媒、もう一枚触媒欲しいか。
即時的なのがディフレクトで、長期的なのがドッジロールっていう意味で、これを2枚入れる価値は割とあるっちゃある。がないっちゃない。あるっちゃあるし、ないっちゃない。ちょっと守りすぎか？まあ、でもフットワークは要なんよな。フットワークの相性はとても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 良い。実質コスト踏み倒しやからね。入れてもいいな。いや、今は結構回ってる感じするからいいや。無理せんでいい。あー、これか。一応、あー、待って、でも俺進化化あるから狂気全然嬉しいかもしれん。まあ、一応その今僕呪いお守りあるんで、単純に HP 回復ってタクもあるんですけど、全然神格化を狂気できたらバクワードまである。入れる価値は全然あるわ。入れよっか。入れよう。このデッキにおけるゼロコスってめちゃめちゃ大事で、1枚ゼロコス増えるだけデッキの回転マジ良くなるんで、入れました。もうエリート行こう。全然今エリートと勝てるデッキやと僕は思ってます。ここ金切りでもいいしな。まあ、ともかく、まあ、残像神格化指導でいいし、一応時間稼ぐ、まあ、金切りは温存してもいいな。温存してもいい。これでもいいか。どうせ次金切りがまた必要になるんで、こういって、あれ、これごめん、やばいかも。あ、これやばいかも。あ、これやば、やばい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 、マジやばい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 、やばすぎて。あ、あ、ちょ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 、待て待て待て、終わったかもしれん、マジで終わったかもしれん、勝ちで終わったかもしれん、あ、勝ちで終わったかもしれん。あ、ちょっと待って、ほんまに終わった。あ、ほんまに終わったかも。え、ちょっと待って、考えよっか。ふう、一回考えよう。金切り声、待って、一匹まず落とせるかどうか。うん、落とせないね。一匹も、一匹たりとも落とせない。で、一応俺バッファーがついてるんで、一発受けれます。誰から攻撃してるのこれ。うわー、とはいえ、気ぃつくね。とはいえ、ほぼ死んだが。いやでもこう金切り声をマストやな。毒デッキですね。はい、毒デッキ組んだんすけど、で結構いい感じに組めたつもりやったんすけど、今ほぼ積んでます、ほぼ積んでます。その打開を今考えてます。だから金切り声マストなんよ多分。これは一番防御値が出る形になるから。いやだって打点出す余裕がまずなくって、尻尾切らされそう。あ、尻尾ありましたわ。ありがとうございます、ありがとうございます。それは忘れてました、毎回忘れてました。いやでもそれだけでちょっと気持ち今楽になった。まあ、尻尾切らされるけど、尻尾切れる尻尾があるだけマシやわ。ちょっと待って、じゃあちょっとそれ前提に考えよっか。まあ、ともかくでも打点は減らさなあかんから、もう金切り声はもう切らなあかん。ほんで多分多分も何も、一応これフットワーク入れときたいか。ドッジロール防御ってしてると25を守れないなら、ですね。まあバッファーがあるから打点優先かな。あー、打点優先っすか。え、でもこれ肉貫通してきません？トカゲの尻尾ごとで、僕は思ってフットワークを入れようと思っておりました。フットワーク入れてもいいと思うねんな。ごめん、ちょっとここ僕は
僕なりの考えで動きます。多分ちょこれどっちロール入れるやん。そしたら結局あのバッファーで1個受けれんねん。いやいい、だからこれ14やろ、これでいいと思う。でしたら17になるから1個得する。これで死ぬねん。どうしても結局バッファー切るなら死んでくれへんって思ったんやけど、どうなんってなった。待ってな、一応ナイスですね。やから32、32、57、これも今24ブロック作れてるから全力防御でいいまである。一回ドロー見るか。ともかく準備万端きて1コストアップできるから、待ってな、もう先狂気でもいいか。もう先狂気いくわ。オッケー、フットワークでもいい、これでもいい。で、ワンドロー見て、バーストは結構嬉しい。ここアタックは、まあ、少なくとも1枚は絶対いらんし、羽フラも多分出る場合じゃない。で、だからここバースト行って、だ防御ゴリ積みして、真ん中に毒入れて、どうちゃう？やったら死んでもろて、からの、いや、意外と尻尾守れるぞ、これ。ワン尻尾守れる。え、ま、尻尾守れるわ、これ。守れる尻尾なら守ろう。オッケーオッケーオッケー、いけてるいけてる。間に合った。ダワースローでドローを見て、オッケーオッケー、いいやんいいやん。いい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 。なんなら職、え、職場はでもバースで打ちたいか。ごめん、ちょっとこれは、温存しよっか。いや、先打ってもいいか。いや、まあまあでも、多分時期引ける。まあこれでもいいか。もうこれでいいや。打とう。ほんまか？いや、打とう。まあ、竜手、悠長に構えてる。場合でもないし、これで次のターンで終わり相手。オッケーオッケーオッケー、家だ。意外と守れた。騙し、いやーこの辺はいらんか。ベロコスカード入れてもえっちゃいねんけどな。いやいらんか。いらんな。うん、いらん。ディスカが欲しい。ここは残念ながら鍵をもらわないといけない。ちょっとハテナ踏んでってもええと思ってて、なんか999円とかもらえへんかな。あー、ストライクかな。いやでもここで尻尾の存在を思い出しつつ避けれたん結構でかいかも。待ってな、ともかくこれはこうでいいし、これもこうでいいし、これもこうでいいし、ああ、もうこれはそれでいいし、足らへんね、防御。でももうそれ打っとかんとな、痛いけど、しゃあない。このデッキはもう要がディフレクトしかないんよ。まあ、毒入れて、外部、まあ、雑に殴って、ていくしかしゃあないよな。もう殴ってって、一応ドッジロールで次のターンの防御も若干構えといて、45か、お前、それはちょっとエギーが無力化で33まで防げ、ってか、28ブロックあるわ。じゃあ別にいいんか。一回ダガースローを、1枚切って、フットワーク、ガスストライクでいいな。まあ、1ダメもらうけど、まあ、ごめん、ストライクいらんかったかもしれん。まあいいや、防御でもよかったな、今の。なんならこれ、バーストさ、バースト狂気する？いや、違うな。さすがにバースト、羽フラ、触媒か。それでいいな、このターンは。
あ、ごめん、間違えました。これ切ったらコストなくなりますわ。でも一応これでコストアップできるわ。あー、したらこういって、こいつ連続攻撃してくるっけ？サミドゥレはいらん。あー、ごめん、間違えました。はい、これそうなります。はい、バースト無駄遣いしました。バーストが準備万端されてしまった。あまりにも圧倒的な準備万端をしてしまう。防御切って、金切り、いや、もうええか。わかった、もう、じゃあ、ここ跳ねるフラスコで、のんびりしとこっか。のんびり2回投げとくわ。で、ちょっといまいちやったかもしれん。ごめん、ちょっとどころか、相当いまいちやった。許してくれ。まあ、ドローを見て、間違えちゃったね。エンド。狂気を残す意味は果たしてあるんだろうか。まあ、一応もうここ先狂気、触媒ゼロコスちょっと嬉しい。まあ、でもディフレクト等々で足りる気がする。ここ相手無形入ってない、向き入ってない。できればディスカー置いとくとコストアップ開かれる。やけど消したいけどな。いや、やけど消したいから、これでもいいか。これでもいいや。これでいいや。これでいいや。あ、ごめん、触媒で終わったわ、今の。ごめん。ごめん。まあ、そういうことばっかりしてる。触媒で終わったんかな。まあ、とりあえずここ触媒でいっか。ここ触媒、こうで、次のターン死ぬから、あと適当に防御だけ積んどいて、でいいんじゃない ?OK。代わりもまあ嬉しい。研米な。いや、研米はいらんかな。区内とか引けてたら嬉しいし、まあ、一応5ブロック、いや、いらない。どうしよう。ここちょっと安全取って左行くわ、俺。多分回復したいのと、多分鍵拾わなあかんから、割と悠長にはできないし、今これ10ブロックやろう。一回準備万端指導かな。有毒化は多分入れてる暇ない気がする。どっかで毒大量に入れたいよな。どっかで毒大量に入れたい。フットワークでも早めに切りたいかな。まあ、街頭とダガーがいっちゃん多分心強くて、バーストも結構嬉しいか。つか、バーストで結構話変わるかな。ダガースロー、防御がいっちゃんいらんか、これやったら。で、残像一応切っといて、進化化も切っといて、待てな。これ8の14、本当はフットワーク切りたいんやけど、多分フットワーク切ってる余裕なくて、これが一番、これで一応ライフは守る。レディフレクトもな。ともかく、フットワーク切らなまずくて、ダガースローが一応ゼロコスで切れます。いやー、フットワーク切って余裕ないかな、これ。跳ねるフラスコ入れたいねんな、本当の本音を言えば。とはいえ、ちょっとどっかで切らんとまず、一回ダガースローでドロー見るか。でも、狂気はちょっと嬉しい。多分跳ねるフラスコを打ってる余裕はないけど、どっかのタイミングでできれば落ちたいからキープしとってもいいか。防御がいっちゃいなんか。毒入れとくと後が楽。ですね。それはそうだと思います。逆に言えば、そうなんよ。それは分かってるんですけど、いや、入れた方がいいか。一回狂気チャレンジしてもいい。いや、狂気チャレンジするんやったら、いや、ごめん、逆に、
いや、いけるわ、いけるわ。いけるいけるいける。競技チャレンジできるわ。チャレンジっていうか、これでいいんや。これでいいんや。オッケーオッケーオッケー。これでいい。うん。で、毒で、オッケー。で、3コスあって、オッケーオッケー、足りたか。足りた。足りたと思う。こういって、こういって、もうなんならもうこれ、触媒でいいんちゃう？一応殴ってみて、これ足りるんやったら、バースト引けたタイミングとか、まあ、致死毒もなんなら入れればいいから、ここ別に温存でもいい。ごめん、今の金切り声打ってもよかったかも。だから、ここも、こう、まあ、ここ別にあれか。狂気チャレンジも何も。待ってな。まあ普通にこれ触媒は売っとくか。まあコストアップはどの道できるから、こうして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 、こうでもいいか。OK。まあなんとかなったかな。ちょっと焦ったけど、ここの脱力もいいし。OK。はあ、意外に耐えた。まあ、いらんかな。バッター守れてるのすごい。よう守れましたね、今の。考えてはなかったっすけど。まあ、コスト高くないやつの方がええんちゃうかな。と思うんすけどね。うん、ここは好き。いやー、でも結構俺好きやねんな。いや、もういらんか。いらん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 。で、ここを、ちょっと、休憩しよっか。一応思い出しとく？一応休憩しとこっか。で、まあ残像神格あたりはまあいつものように雑切りして、まあ泥を見て、まあ毒入れといて、でかな。フットワーク早めに切っとく、脱力入れとく。一応サバイバーもういらんのか。毒でいいんか。回してエンドで、うん、できれば触媒はバーストでいきたいから、ここはまあ何でも言っちゃえんやけど、ここコストアップというか手札減らす意味のこれでもいいかな。でちょっと反動減らそうでもいい。したら、待ってな。ま、リーフ、うん、狂気いっぱい引くね、君。防御は足りちゃってるから、こういって、ああ、なんかやることが逆になくて困っちゃうな。バーストが危険か。バーストがそこにあったんか。いや、まあでもこれでもいいんじゃない？これでもいいや。したら、待ってな。一応先ドローを、防御、ストライクあたり切ってコストアップ、バースト、羽振ら、触媒。終わり。バックフリップは入れない。不快感はありやな。不快感意外とありやぞ、このデッキ
やったら、いやなしか、いやありか、なしか。バーストとかあれば、え、これバーストってどうなんねや、4コスとかで3コスとかで切ったら2回かかるんかな、ケミカル X みたいに。なきにしもあらず、いやいらんかな。筋力ダウンが結局心臓に結構強いんよな。入れてみようか。いやでも手札で残って困りそうやけど、いや一回入れてみよう。あ、2-2になるんすか。いや、やっぱありっちゃりや。思い出して終わりや。勝てるとは思うけど、待ってな、まず、まあ、ディフレクトっちゅう神の防御があって、防御で多分足りるから、まあ、残像指導で間に合いそう。あ、ごめん、筋力上がるけど、もうそこは諦めるしかない。こういって、ここちょっと耐えなきゃね。あ、まだ3ダメやったら毒とか入れてもいいんかな。まあ、有毒ガスはやめとこうか。いや、毒入れとこうか。3ダメは別にいいや。でも次のターン、金切り声とか打つ暇もあるやろうし。まあ、ここ金切り声かな。ちょっとこれ間に合うかな。この3体地味にやばいかもしれん。つうかごめん、金切り声温存やったわ。すいません、これは普通に俺プレミアと思います。普通にプレミアと思います。ごめん、ちょっといまいち。こいつ復活するから触発考えますよね。ですね。ここできればまだ打ちたくない、打ちたくないし、なんならごめん、ここね、わかった。じゃあ、儀式のポーション飲んどくわ。だからサミダレダガーとかの打点上げときたい。多分長期戦になるんで。どうしようかな。いや、まあでも、有毒ガスはね、相手上がってでも飲んでもいいかも。いや、飲むわ、ごめん。入れるわ。これでもいい。とここ耐えよっか。でもなんなら不快感を、うわちょっとやばくねこれ。不快感マックスで突っ込んだろうと思ったけど、そんな余裕は俺にはないかもしれない。ただ脱力マジで偉い。考えましょうか。一回ワンドローとコストアップ。いや一回狂気打ってもいいな、まあ、ただここ今19ブロック俺あるめっちゃ偉いな。ありがとう、ありがとう。車輪ガチャ、あー触媒、いっちゃん下がらんでいいやつ下がったわ。まあ、ともかく一匹落としには行きたい。なるほどね。ここ脱力とはいえ、まあ、わかった。ここ、不快感こいつ打つわ。いや、微妙か。20やろ。ただ、ここで入れとくと、多分、ライフ結構しのげる気する。いや、でもね、やるんやったら準備万端から行きたいねんな。もしくは、20、40。待ってな。40。わかった。ごめん、ここ、あ、パワーパワー、あかんあかんあかん、それいったあかん、マジ今危なかった、やらかすとこやった、それはよくない。わかった。もう打つわこいつに。20の28でここ筋力3下がれば16やからライフ全然持つ。これでいい。オッケー。ほんで、この辺はもうあとは流れで当たっとけばよくってと思ったけど、ハンドがいっぱいいっぱいで困るっちゅう話や。左をやれるな。とりあえず左やろう。OK。右、2ドロー見て、
ああ、そういう引きをするんやったら、一回この辺返して、8打点。どっちかな。ここ防御でもいいか。64。無理はせんでいいな。無理せんでいいや。これでもいい。いや、バーストでもよかったな。ごめん。バーストでも横断した。そしたら、まあ、雑に。ああ、ごめん。跳ねるフラスコとか持ったけど、ごめん。ちょっとこの動きは意味が俺もわからんが。違う。意味がわからんが、これでもいいか。いや、意味がわからんな。俺は何をやっとるんや、何をやっとるんや。うん、まあ意味がわからんが、せっかくやからこうしとこうか。まあこれでもええやろ。実質左死んだんで、オッケー。まあよし。防御切って、ダガースローを、防御切って、ライトを、オッケーで、サミダレ、これでいい。うん、まあいけるかな。うん、間違えちゃった。間違えちゃったけど、まあいいや。OK、よしよしよし。回ってる回ってる。あ、ごめん、手札いっぱいになっちゃった。こう。かな。したら、ここ相手死ぬんやけど、極力いらんもんは捨てときたい。どっちロール打っときたいな。どっちロール打っといて、次ドローフットワークやから、フットワークかー、まあ防御がそんないらんかな。いらんか。次防御してる余裕あるかな。まあでもスティフレクトサバイバーあたりがあれば次のターン多分暇を持て余すと思うんで、まあこれでもいいかな。終わりで。まあいけんじゃね。フットワーク、まあ一回脱力か。もうなんか何しても勝てそうな気する。ごめん、つうかコストクソ余るわこれ。あー、なんかもう全然余裕すぎてびっくりしたとか、打点がないわ逆に。OK、 したら、まあ跳ねるフラスコ。あ、ごめん、先バーストや。毎回これやってるな、ほんまに毎回それやってるわ。一応ドッジロール。次のターン、暇を作っといて。まあいいや、バースト。しどく。削除しといて。あれ？あ、なんか、防御値意外と足らんかったわ。あ、ごめん、何をしてんの？ちょ、ごめん、わけわかんない。これ、触媒でよかったわ、なんなら。なんなら触媒でよかった。待ってな。ここでもバースト打ちたいな。バースト打ちたいんで、1枚防御切ってディフレクト。あー、なんか俺は一体何をしてるんかよくわからんが、まあ多分勝てるんは間違いないんやけど、やる必要のない防御積み重ねと戦闘繰り返してる。
バースト引けへんし。もうこれでいっか。もうこれでいいや。これで終わりや。毎回バーストしようと思って、ちょっとよくわかんない動きしてるわ。オッケー。まあでも勝てんちゃうかな。いいデッキは組めてる気がします。このショップであとは、なんだかんだ、どうだこうだ。家事する必要ないっちゃないんやけど、家事する必要ないねんな、正直。家事する必要ないんやったら回復でいいか。心臓戦尻尾あるの心強いっすね。そうですね、ちょっと毎回心臓戦の尻尾の存在忘れるんで、ちょっとそこだけ気をつけないとダメっすね。毎回うわーないーって言うんすけど、あるんすよね実は。デッキ圧縮かな。ワンチャンこのデッキフレシェット強くね。いや、いらんいらんいらん。さすがにいらんわ。ちょっと待ってな。まあ、いや、でもどうだろう。ディフレクトも、いやいやいや、それは圧縮やな。とにかく圧縮しよう。でストライクも全消しでええと思う。いや、ほんまか？防御1枚減らすか？防御多すぎて困ってる節も、あるが、フットワークがあるからな、意外とありがたいね。もうだから毒で突破するしかこのデッキもないから、とにかく300超えの毒入れるだけ、ただそれだけのゲームと私は思うので、もうストライクは削ってもいい。でも一応6打点出るって嬉しい時もなきにしまわらずだけど、一応防御だけにしとこっか。で、なんなら防御削った上でディフレクト入れてもいいかもしれん。ほんまか？入れてもいいかもな。入れたろか。脱出計画入れてもいいな。脱出計画にしよう。こっちの方が多分嬉しい。ほんまか？自分で入れてなんやけど。ほんま？安全に慎重にな。ともかく今俺は、ちょっとこれ良くないね。ともかく進化かマストで打つで、三層がいらんかもしれん。ここ下手したらほんまかな。まあいっか。いや、ほんまか。いや、もういっか。んでこれでいいんちゃう？あ、オッケーオッケーオッケー。ほんで、こうしちゃって、もうこういうアドの取り方していくわ。こっちやな。なんなら初手不快感でよかったか。いや、それはないな。ドローを、ちょっと良くないかもしれん。こう行って、いや、結構、ほこたてつらいかもしれん。早めにパワー入れんと、間に合うかな、これ。ほこたて結構つらいぞ、俺のデッキ。一応、ここ、狂気入れといて、OK だが、スローでもいい。ともかく、右を殴ってかなあかん。できれば、お前が来るか。ここでもどっか。リフレクト。まあでも、全コス結局入れるから。いやー、でも、ドックちょっと入れた企画ね。フットワーク入れます。9、17、25。いやー、でも防御値、きつくね。こうするしかないわ。ここ全力防御、片面と。まあだから有毒ガスでどのみちどこか負けるわ。やから、いいね。いいんかな。ちょっと待って、でも、そっか。まずくね、これ、マジで。めっちゃまずいけど。今、まずすぎてびっくりしてる。
その引きはまずい。アタックポーションもしやっちゃして、ごめん、今ノリで切ったけど、その、なんでノリで切った？いや、ま、あ、違う、もう29あるわ、俺。うわ、ありがとう、車輪。車輪さん、マジでありがとう。車輪ありがたすぎて、ほんまに今、ドン引きしちゃった。オッケーオッケー。間に合ったかな、でも結構削れたな。結構削られた。アップに時間かかるね、やっぱりこのデッキ。24の4、んちょな。後ろ向けば、32と48、違う、32と12、44。逆にこのまま行くと、一応どっち見ても一緒なんか今。右削りに行きたいよな、やるんやったら。とはいえ、削りに行く、何もねえ。から、防御しながら跳ねるフラスコとかでもいいんか。かな。防御はせんと結構やばくて。あー、でもこう、まあいいか。跳ねるフラスコ。で、こう、どの道防御せんと、つらい。なんかやばくねこれ。意外とお前ら、俺苦手かもしれん。そして今これ逆に振り向けないマジで終わってるんで、アタックポーション飲まざるを得ないと。いや、このターン殺せんか、お前。いや、無理やな。お前、これアタックポーション飲まんと終わるわ。防御も足りんもんね。まあ、一応40にできるから、飲まんでもいっちゃえんか。できるんかな。あ、一応できるわ。一応耐えれるか別に無理はせんでいっか。これでもいっちゃいんか。やばい。終わったかもしれん、マジで。どっちか毒入れて殺そう。殺すしかねえ。お願い。バースト引けんか。待ってくれ。割とまずい。ガチでまずい。24。脱力は残さなあかん。やけどやな。でもここ、サミダレだが、もうマジで役に立たん。引けないか。ちょっと待ってな。結構やばいぞ。ともかく、左に脱力入れた方が打点は減るんかな。右向いた場合、いや、左やな。左のがいい。打点落とします。防御はでも足りるな。なんかこの圧力めっちゃ効いてるやん、やばくね。毒入れる隙がないというか、あの、ごめん、触媒入れる暇がない。触媒入れるほどの相手に数値がない。オッケー、じゃあここ行こっか。どっちでも、いや、どっちでもいいっていうか、ちょっと待ってな。ファースト、一応、こっちでもいいんか。最大打点の方がいいか。2から落とすか。つかごめん。これ9倍やから、こっちのが得やな。うん、こっちのが得やわ。で、死んでもらって、左に入れて、ゼロコスドローを、これでいいや。よし、なんとかなった。ああ、ちょっとヒヤッとしたが、日時計嬉しいね。意外と今の見た感じ、ドローソース欲しかったりする。まあ結構ドローソース欲しかったぞ。いやでもコストがそもそも足らんから、あんまり欲しくもないんか。わからん。まあ行くか。いらんとも、今更バックフリップは。いらんかな。もうあってもいいかもしれん。入れとこう。まあいいわ。入れたけど、なくてもよかったかもしれんし、あってよかったかもしれへん。それは誰にもわからん。わからないんだ。まあともかく残像入れて、
肉ダメ減らしていきます、うん、ちょっと引き弱いけどまあ悪くない立ち上がりだと私は思う。ああ死んだか、死んだかもしれん。あーごめん、うん、あそっかー、もう、あ、違う、インコ。いいや。いいんやけど、ここ、バーストをゼロコスにしときたい。ので、いやー、でも、金切り声もったいないなー。いや、当てるか。一番微妙なやつよっ。当てたかったな。いやこれ耐えた意味あるかな。まあ一応でも一ターン得するからまあいっか。あごめん、バッファーあるんやったらそんな無茶せんでよかったね。忘れてたね。先に防御切れば確率上がったのに。はい、あのいやごめんなさいね、あの分かってたんですよ。それもいけるなって思ったんですけど、なんかあの死んじゃうかなと思って、あの多少バーストで防御を使えないとって思ったんですけど、このね、あのみんなご存知の通り貝の化石くんがあったんで。何の意味もない無駄な努力だったということですね。まあ、とりあえずここでも受けれへん。あ受けれ、うわ受けれるな。あ受けれへんわ。いやーでもここ金切り声ちょっともったいないと思うねんな。ここ金切り声は温存した方が僕はいいと思う。うん、だってねヘロコスやからね。まあなんせこのトゲで食らってくれるのもありがたいしね。そしたら、まあ、1回ドロー見ましょうか。とりあえずワンドロー、早めにフットは切りたいよね。ドッジロールもなんなら切ってもええかもしれん。ドローみたいな。職場はどの飯まだいらんわ。やから、フットワーク、ドローを見て、ここドローを見るターン。OK、ここでもう、かなり重めのブロック稼げたんで、まあ、ドローを見て、負傷も消して、まあ、ダガースロー行って、羽フラはどの道打てへんけど、次のために、あの、でもここ確か、アーティファクトつけられるんで、そのために置いておいたこの右手、そのための拳でもいいんじゃないかな。足りそう、足りるわ。だから、まあ、羽フラはもうマストで、正直もう今のうちに切っときたい。ほんまか。一応ディフレクで多分ディフレクどっちとか、サバイバーか。不快感このターン使わんから、まあ、うん、まあ、まあいいか。いっちゃえ。早めに入れといて、準備はもうほぼ整って、一応でも、いや、いいか。もったいはないんか。粘液キープする意味ある？ないな。これでもいいか。これでもいいや。次、ここ。ああ、もうなんならここ、金切り声で、マックス不快感切って安全を勝ってもいいかも。いや、さすがにねえか。いや、いいんじゃね？それでも。ここ別に。いや、じゃ不快感でいいんや。ここ不快感でええわ。うん、これでもええわ。んで次もう毒行こうや。
んで勝ちかな。バースト致死毒で触媒終わりです。ありがとうございました。いや、なんか初めてうまく毒デッキをなんか毒らしく使いましたわ。バーストの触媒揃った初めてですわ。どうもありがとうございました。 GG です。ナイスランです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。結構気持ちいい毒デッキやったかもしれない。ちょっとね、中盤、まあまあまあ、結構このデッキの決め手はあれですかね、あのディフレクトやわ。ルーンピラミッドを引いた時に手札をちゃんと減らすデッキを組めるのって大事っすねっていうのが正直今回の感想かな。あそこでちゃんと切り替えれてデッキ組めたのは、まあ、よかったんちゃうかなと思いますわ。はい、ということでありがとうございました。もう1時なんでさすがに終わりますけど、長いとご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。